おはようございます、国分寺にあります額縁専門店次男画房2代目店主長谷川です。今映ってますのが武蔵小金井駅の南口の広場なんですけどね、昨日、京都ですね、武蔵小金井駅前では、阿波踊り、ね、やってます。でここはですね、武蔵小金井納涼ステージということで、今日日曜日は爆笑笑いライブ、タイムマシーン3号さんとさらば青春の光、ちょっとどういうネタの方なのかよくわかんないですけど、結構有名なんですよね。名前は聞いたことあります。で、よくわからない人たちのライブ、スーパー戦隊関係らしいですけどね、子供たちは人気あるんですかね。はい、そんな感じですが、ね、あと屋台もいろいろ出てるみたいです。ね、ちゃんと商工会の活動とかしてたら僕もこういうのに関わっていたんでしょうけど、あいにくね、小金井にいるときはほとんどノータッチでしたんで、ね、ちょっと気が引けます。はい、こんな感じで今日も今夜もね、にぎわうんだと思います。ありがとうございました。次男画房の長谷川でした。